こんばんは。ちょっと早いですけど、ちょっと音合わせということで、はい、早めにスタートしてます。三浦先生とちょっとゆっくり雑談しながら、10時まではお話は始めませんが、はい、こんばんは。皆さん、コメントよろしくお願いいたします。ハッシュタグは自然につくようになっておりますので、ツイッター連動でよろしくお願いいたします。はい。愛国秀さん、こんばんは。ナリスさん、のれんに梅干しさん、月本さん、ヒロさん、モズさん、ブレードランナーさんですかね。はい。日教祖、撲滅さん、沼さん。はい。ちょっとね、始まり早いでしょう。ちょっと三浦先生のご提案で早くスタートしてます。はい。コピさん、泉さん、竹石さん。はい。さくらさんでいいですかね。はい。てんてんさん、ゆうちんさん、しばわんこさん、えちえちさん、こんばんは。ちょっと、はい。すいません、お名前読んでます。りゅうさん、シーマンさん、セイラさん、ライトさん、モギーさんから、いらっしゃいませ。石川さん、来ていただきました。はい、聞こえてまゆす。きんさん。聞こえてます。はい、OK です。はすい。いません。はい、よろしくお願いしみうらま先す。生、みうら先生、多はい。分ハウリングすると思うので、ちょっとだけ聞こえる方を小さく。はいはい、わかりました。はい。これぐらいで大丈夫ですか？はい、お話しする方じゃなくて、聞こえる方を。はい。いや、全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか？聞いはてい。る方、皆さん、音はどうでしょうか？エコーがかかってますと。今、ちょっと下げていただきましたが、治りましたでしょうか？少々エコーが、まだありますか？先生、すいません。ちょっとだけ、受話音量はいを。はい。はい。はい。私の声、大丈夫ですか？下げ OK れとばいいいうの？のが出ます。全然大大丈夫丈夫でですすよ。か？まず、僕聞のか声、れて皆るさんに方。聞こえてますか？OK です。皆さん、三浦先生の声聞こえてますか？はい、大丈夫ですか？聞こえますと。クリアに聞こえます。ありがとうございます。三浦先生、私の声は聞こえますか？大丈夫ですか？全然問題ないです。よかったです。三浦先生の声がちょっと割れ気味と。ボリュームが大きいんでしょうか？ちょっと。先生は少し声割れ少てしいる。下げた方がいいかな。どうでしょう？私、良くなったと思うんですが。はい。れぐらいで大丈夫ですか？エコー少なくなりましたと。はい。大丈いい夫？感じでしょうか？声はクリアはい。ですと。はい。よくなったようです。はい。ありがとうございます。そうですね。皆さん、もう100名の方、来ていただきました。ありがとうございます。まだ10時じゃないのに。すいません。10時から拉致問題のお話、スタートしますので、告知通り。10時まではちょっと音声チェックと、はい、すいません、ちょっと待ってくださいね。三浦先生、声もう一度お願いします。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。コはい、メント、音大声丈問夫？題ないです、ないそうです。はい、ありがとうございます。はいはい、わかりました。コメントの方は先生見えますか？ちょっと待ってね。はい。見えると思います。適当に読んでください。もし何か質問とかありましたらですね。はい。もういちいち全部は答えられないかもしれないし。そうなんですよ、そうなんです。最後に質問タイムを、はい、そうです設か。けますので、はい。最後、ちょっとすいません、15分間ぐらい、ちょっと質問タイムください。はい。お茶どうぞと、皆さん、お茶をくださってください。ありがとうございます。はい。はい、皆さん、こんばんは。三浦先生、マイク近くないでしょうかというコメントが入りました。これぐらいの方がちょっいいとですマイか？ク、ちょっと感覚わかんないんで。ちょっとだけ話していただいて、はい。お断りしてますではい、しょうこれぐか？らいでどうでしょうか？これぐらいでどうよですくなっか？たようです。はい、皆さん、どうですはい。か？ちょっとコメント待ちますね。はい。これぐちょっらいとでね、大丈夫ですか？よくなったはうっようでてす。る？はい、ありがはとうごうってざいはまうっす。てはる？い。うん。
わってないですよね。これじゃあ少し話しますね。はい。じゃあこんな感じで喋りますが大丈夫でしょうか。あ、大丈夫のようです。全然 OK だそうです。はい。はい、ありがとうございます、はい。よろしくお願いします。コメントどんどん入ってるの、あの先生見えますか。はいはい。あ、見てますけど、はい、ただ あの皆そんなに皆さん。あの熱心に聞かないでちょっと気楽に酒でも飲みながら聞いてくれた方がいいんですけど。あ、そうですね。ゆっくりあの皆さんあのゆっくりあの聞いてください。まだスタートしませんので。これまでは、加藤健さん、あと村尾さん、ボギーさんでしたっけ、はい、僕はこの3つは一応ちゃんと聞きました。天飯陽一郎さんとか。あ、そうか、天飯さんはね、はい、うん、あの昔からの知り合いでございまして。あ、そうなんですね。すごくユニークな方ですよね、はい。うん、まあ、本当に天飯さん、あのすごく政治家に向かないやつが政治家をやってるとか。そうです、そうです。あのいやでもね、ああいう人間が政治家になるような国にしなくてはいけない、ね、そうですよね。あのでもあのなんていうんですか、あの私欲がないというか、うん、一本気な正義感のあるね、先生。いや、あのそれは立派なんですけど、うん、もうちょっとうまくやらないとね、はい、心配ですよね。でも本当になんかね、なんか面白い、こんなこと言っていいのか、村尾さんからなんか嫁の紹介をしてくれと言われてるんですけど。ああ、はい、いや、あのまあそれはあのまあ、いや、でも、彼結構モテ、彼結構モテたけどな。そうでしょう、そうでしょうね。うん、そうですか。なんか昔からあの、うん、お友達なんですね。あ、そう、いやいや、友達ではないですよ。向こうは先生ですからね。あ、なんかでも全然気取らない方ですよね。うん、はい。まあ、あの、こう、保守の中で、ちょっと真面目なこと言うと、こう、保守の中でも彼は、生活の視点っていうのを結構大事にしてるやつなんで、はい、そういうところがもっと広まってくれると。うん、あ、はい、私はもう本当に心から応援してるんです。はい。もう、天飯さんのフェイスブック上がるの楽しみにしてます。あ、そうですか。はい。あの、いや、そんな支援していただけるとは。はい、もう支援してます。あと、永瀬武志先生。あ、永瀬先生は、あの、はい、あ、永瀬先生はね、あの、まあ、ああいう議員が神戸にあと10人ぐらいいるとね。本当にね、でも、すごく頑張ってくださってるんです。もう寒い中、いや、あの、彼は、ずっと、はい。まあ、自分で言わないから言いますけどね、あの、今の救う会ができる前からやってるから。そうなんですよね。はい。うん、ね、で、あの今日、まあ、あの、うん、そうなんです。あの彼の場合、はい、朝鮮学校の問題で彼ぐらいやったやつはいないですね。はいはい、そうですよね。本当にあの、うん、本当に心ある方だと思います。うん、うん、で朝鮮学校批判する人はともかく、はい、はい、はい、あの彼は一番本質的なこと言ってくれました。あ、そうですよね。はい、あの、うん、うん、まあまあ、あの非常に彼がもう少し、彼の神戸の議会でやった演説とかがもっと広まってくれるといいんですけどね。はい、はい、あのやっぱり、うん、まあ今日中でもしゃべるけど、はい、やっぱり神戸の朝鮮学校の問題は本当深刻ですからね、あれはね。そうなんですよ、あの神戸というか兵庫県もですけど、あ、兵庫県、申し訳ない、いや、あの神戸兵庫県の悪口が言いたいんじゃなくて、あの、いや、あれはなんでああなったのかっていうのは歴史的な経緯があるから。はい、はい、もう、まあ、在日の方が多いっていうことが、ま、はい、ありますよね。また今日そのことにも、あの、ね、原点というか触れていただきたいと思います。はい、うん、まあ、あの、うん、この、ツイキャス聞いてる人は多分具体的にどうやって拉致被害者を助け出せるのかって話が聞きたいと思うんですよ。いや、いろいろなんです。で、あの、はい、
僕の場合は、まあ、ちょっと正直言って運動の現場じゃないんで、今日は少し遠回りな話ばっかりかもしれないけれども、まあ、あるいは詳しく知ってる人にとってはちょっと退屈かもしれないけど、ちょっいえといえ、歴全史の然です話よ。から入っていければと思はいい、ます。ありがとうございます。今、初見さんの方来ていただきました。ありがとうございます。こうやってああ、どうもどう新しも。く、この拉致問題のことに関心持ってくださって、こうやって集まってくださる方が一人でも多く、毎週一人でも出ていただけるように頑張っていきたいと思います。そろそろ10時ですかね。いや、まだあと2分ありままだす。か。ちょっと待ってくだああ、さい。じゃあ、いつもね、あ、10そう時にか。なっても、そんなにすぐ皆さん集まられるわけでもないので、あ、そりゃそうすいでますよせね。うん。ん。今僕日はも。黒坂誠さんと初めてお会いしてきました。ああ、いや、黒坂先生はもう、本当に初期からやってる人で。本当の初期ですよね。まあ、黒大坂変先偉いコタロウ生が先や、生。はい。黒坂先生が今や、提案してることは、まあ、いつか黒坂先生に出てもらったらいいと思うんですけどね。来週なんです。あ、そうですか。ああ、じゃあ、もう大事なことは黒坂さん喋るから、まあ、私は気楽に。今日も聞きに来てくださると思います、10時あらから。ま。ああ、そうか、そう聞きか。に来ますってことで、永瀬さんもよく聞きに来ていただいてます。ありがたいです。ああ、ありがたいことで。本当に。だからね、心ある議員まあ、さんっでてちゃんも、といらっしゃるんですよね。先生といかやいや、でもた、あね。の、い、いるんですよ。ただ、こう、まあ、なかなかね、国の方針として何かやるっていうところに、そういう人たちの意思が結集できないのが難しいとこです。そうですね。あと、お名前はあえて言いませんが、所属している党からも、頑張ってっていうのと違う動きもあるようですね。やっぱり大変なああ、んいっでぱいあす。りますよ。あ、本当にこのね、拉致問題は、政党じゃないから。ですね。本当に政党じゃないから。自民だから安心とかじゃないんですよね、本当に。ああ、全然関係ない。すいません、10時にまなあ、りましたね。あ、そうか。じゃあ、スタートしましょうかね。いいですか？じゃあ、やりましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日は、皆よろしさん、くお願今日いゲしスまト、す。よろしくお願いします。三浦小太郎先生来ていただいてます。拉致問題、北朝鮮による日本人拉致問題の原点から今日お話ししていただきます。拍手来てます。はい、三浦小太郎です。よろしくお願いいたしまよろしくお願いいたす。します。じゃあ、始めていいですか？一応、今日の放送は YouTube もアップしますので、ちょっあ、と待っそうてくでだすさい。か。すいません、黒坂先生からちょっとメッセンジャーが 入りましたのあで、らま。ちょっとだけ URL を貼らせていただきたいです。どうぞ。すいません、ごめんなさい。こちらからどうぞと。からお願いします。ツイキャス、やっぱり、ご存知ない方は、ああ、僕全然いる知らなようかったで。っす。そうです。若い方が多いんですよね。ああ、そりゃそうでしょうね。だから、なおさら、若い方に拉致問題、知らない方が多いので、余計にツイキャスで、若い方、17歳の方とかも来ていただいたりとかするので、ありがたいですね。そうなんです。ありがたいんです。僕はおじさんだよと。ありがとうございます。年齢関係なく、まあ、頑張っていきましょう。いや、例えば17歳って言ったら、正直言って、その拉致問題が始まってから生まれた、拉致問題が公になってからそうなんです、そうなんです。生まれたんだ。2002年ですよね、小泉訪朝が。だから、じゃあ、スタートさせていただきまよろしす。くお願いいたします。三浦小太郎と申します。今日はよろしく。ありがとうございます。最初にね、まず、もし、まあ、これから言わなくちゃちょっと不公平になるんで、今日もいろんな人の悪口言うんで、自分のこと言っとかないと不公平なんで言っときますけど、まず三浦さんね、と申します。はっきり言うとね、いわゆる北朝鮮専門家っているじゃないですか。
まあ、私もその端くれの端くれの端くれぐらいかもしれないけど、いやいや、とんでもないです。はい。もう僕も含めてね、もうみんな間違ってますからね。間違っていますか？間違ってます、間違ってます。それこそね、はい。北朝鮮が崩壊するって俺30年ぐらい前からそういう本ありましたよ。確かにありました。はい。で、あと、北朝鮮が発展するとか改革開放に行くとかいう本もあったと思う。そうですね。それ全部両方あ外れりてまるわす。けじゃないですか。そうですね。なんか、で、自分一に、滅びもせず、はい。そうですね、全然変わらず続いてるわけですよ。そうですね。はい。だから崩壊するって言った人、これはもう大体間違いね。でで、あも、と、こう北朝鮮がだんだん改革開放するって言った人も、間違い。まあ、間違いというか、僕は正直言うとですね、2000年ぐらいまでは、もう本当にね、絶対この国は、あと5年は絶対持たないと思ってた。あ、そうですか。はい。というか、90年代に、はい。まあ、いろんな、もちろんきちんとした数字はわかんないんだけど、どんなに少なく見ても100万人ぐらい餓死が出てるんですよ。そうですね。はい。で、この時点でもう絶対に持たないと思ったんですよ。それまでは北朝鮮は配給社会だったから。あ、確かに。はい。政府が国民に食べ物を配給するわけですよね。はい。まあ、資本全主然それ義はで十す分じね。ゃないんだけど、はい。一応配給してたんですよね。はで、い。これがなくなったってことは、まあ、なくなったから餓死が出たわけで、はい。はい。もういくらなんでも国民が、まあ、立ち上がることはできなくても、ものすごい動揺が起きて、軍隊の中でも何とかしなくちゃってのが起きて、改革があるとで、思ったってこ必とですずか？はい。北は、あ、いや、あの、いや、というか、改革というかね、必ず、まあ、軍主導か何かの、革命ですか？まあ、各、まあ、崩壊があると思った。政権の崩壊があると思った。なるほど。思はっい、たんはですい。よ。はい。まあ、で、それがないにしても、あの国はもう持たない。何らかの形でガタガタと思った。まあ、そういうふうに思ってたんですよね。はい、で、はい。これは見事に外れたんですよ。で、僕はそれ理由分かんなかったんです。で、だけど、僕はこれ、こう、理由がちょっと分かった気がするのは、僕は2003年ぐらいから、まあ、北朝鮮を脱出した人と付き合ったり、話したりすることが出てきたんですよね。脱北者と、はい。そうです。まあ、それまでも韓国の脱北者に会ったことはあるんですけれども、まあ、そんなにきちんとした話はしてなかった。それと、韓国政府は、我々日本の運動家に関しては、ものすごく優等生の脱北者しか会わせないから、ああ、なるほど、そう、なるほど、そうですね。ああ、もう、なるほど、はい。もう、北は倒れますみたいな人ばっかり会うわけですよ。なるほど、そういうことですね。はい。で、だけど、わかそうりじまゃなす。はい。い。僕、普通の脱北者の人に、まあ、中国、もしくはこの日本で会ったときに、だんだん分かってきた。これ絶対あの国はね、内部からは倒れない。それはもう確信を持ちましたね。今でもこの考えは変わってない。萩原亮先生も最近そう書かれてますね。ああ、そうでしたか。まあ、はい亮さんはい。ほど僕は深く勉強したわけではないんですけれども、僕はそこで思ったのがですね、これは決してシェリーさんだけで問題ではないと思うんですけどね、日本人は僕も含めてですね、保守の人も含めて、
共産主義独裁の本当の恐ろしさ知らないですね。確かにそうですね。共産主義の独裁の恐ろしさっていうのを、なんとなく政府に反対したらすぐ捕まって殺されちゃうとか、収容所に入れられるとか、そういうイメージだと思うんですよ。そうですね、でもね、まあ、それはその通りだし、大変なことなんだけど、やっぱりね、共産主義のね、本当の怖さっていうのはそこじゃないね。まあ、簡単に言いますとね、まず人間がね、人間を信じる力ってのを失わせるね。まあ、ちょっと簡単に言いますと、私とシェリーさんと、あるいは第三者の、まあ、永瀬先生でもいいですよ。永瀬さんでもいいですよ。この3人が一緒にいたとしますね。北朝鮮でね。我々北朝鮮人だとしてね。例えば、私がそこで金正日の悪口を言ったとしましょう。で、そうなるとね、他の2人はね、密告しなければ、そういう中でね、結局、秘密警察が見張ってるんじゃないんです。もちろん見張ってるんだけど、仲間同士も見合ってるってすこべとでてのすよね。国民、すべての国民が、お互いに監視し合うんですよ。私、先週ですね、めぐみとの誓いっていう舞台を見に行ったんです、ノブシ監督の。その時にですね、日本人同士も、もうね、日本に帰りたいっていうのをやめようっていうセリフがあるんですよ。もうそれを考えるのもやめようっていう。で、野伏監督は舞台挨拶で曽我ひとみさんに見ていただきましたと。この舞台を。で、大体合ってますかっていうふうにお聞きしたら合ってますっていうお答えだったそうなんですね。でもその時にちょっと私の想像を超えていたなと、その時ちょっと片鱗はちょっとだけ分かりました。その怖さっていうか恐ろしさの。まあ、拉致被害者の場合、ちょっとまた別の意味が出てくると思うんですけどね。あの人たちは、希望を持ったら逆に生きていくのが辛くなるっていう環境にいたから。帰れるってことを諦めない限り、あの国で生きていくことはできないんです。もちろん、本当の意味で諦めてたんじゃないんですよ。だけど希望を持てたら、その希望の裏切りというか、こう悲しみが余計に来るってことですよね。まあ、いそつれにもあなっりてまもす迎えにし起きてもらえないね。とか。もう一つはね、拉致被害者の人たちに関して、まあ、これは私が軽々しく物を言ってはいけないんですけれども、あの人たちは、僕らの想像する以上に恐ろしい体験をしてますから、さらわれただけじゃないと思うんですよね、あの人たちの。だから見聞きいろいろしてるってことですよね。そうです。で、あとね、ちょっとまだ少し北朝鮮の一般の人の話に戻すと、彼らは公開処刑とかはもう、まあ、見てない国民いないですから、そうみたいですね。あれは見るのはもう当然のことなんで、で、そうみつたいまですり、ね。この国において生きていこうと思ったら、もう、お互いがお互いを監視し合って生きていく、しかないん私でたすちよがね。思ってるような人間の心を捨てるってことですね。まあ、100%捨ててるとは言いませんけれども、ある程度はそうですね。で、それと、これもね、共産主義のもう一つの恐ろしさなんだけど、人間、こうやって、今、シェリーさんと私が話をしてますよね。言葉で、普通に考えたら、言葉っていうのは、
自分の感情を伝えるものだとか、あるいは事実を伝えるものだとか、まあそういうもんだと思うんですよ。共産主義国家においては、言葉っていうのは、もうことごとくプロパガンダです。プロパガンダが言葉。言葉というものは宣伝なんですよ。そこだっにて、真実はもういらないってことですか？いや、真実を入れてはいけない。入れてはいけない。入れてはいけない。で、だから、そうですか。北朝鮮には、この世に羨むところなしとかいう歌があるんだけど、つまり、この国ほどは素晴らしい国はないとかいう歌があるんだけど、そういうのをもう餓死しても歌わなくちゃいけない。もうそれで、は。だから、北朝鮮、その脱北者の人たち、これちょっとやばいこと言いそうだな。正直言うとね、結構嘘多いんですよ。そうです それか。はどうしてかというと、言葉というものが真すいま実せん。を伝えるものじゃちょっとなく皆先生のて、声がちょっと途切れます。ごめんなさい。すいこまれ、せん。大丈夫ですか？すいません。もう一度。大丈夫です。言葉というものが、嘘が多いって言いましたよね、確かね。これはね、しょうがないところがあるんですよ。言葉というものが真実を伝えるものじゃなくて、宣伝をする。もしくは、相手が喜ぶことを言う。そういう訓練を受けちゃってるんで、じゃあ感情を話すことはないんですね、感情こうはいうふう話しまに。すけれども、例えば、普通のことでは話すんですよ。あと、北朝鮮のことでも、自分の体験とかにそんなに嘘はないんですよ。だけど、ちょっと政治的な話になったり、そういうことになると、例えば僕だったら、三浦さんはこういうことを言うと喜ぶだろうなと、言うことがまず考えるから。つまり、共産主義の本当の怖さっていうのは、嘘という感覚なくしていくんですよ。それ麻痺していくんですか？もう毎日の麻中痺、では。そうです。もうそれが当たり前。当たり前。で、それは、つまり、共産主義の恐ろしさ共を、産主義の恐ろしさを。弾圧とか、人を殺すとか、そういうことばかり言うから、そういうことで言うから、じゃあ、軍事独裁とか、それと同じ、そんなに変わんなくはなっちゃうんですよ。だから、例えば軍事独裁の国があって、その国の場合、政府に反対した人は拷問を受けたり、捕まったりします。殺されることもあると思うんですよ。だけど、共産主義、全体主義の恐ろしさっていうのは、国民が全部宣伝やプロパガンダの道具になっちゃうんですよ。頭の中までもね。これもう言がわれてるじゃ本ない当でのす怖さか。なんですよ。だから北朝鮮の中でみんなが団結したりとかね、あるいは反体制運動の組織ができたりとか、その可能性は僕は極端にゼロに近いと思う。例えば、ですね、韓国側からとか、ああいうなんかバルーン作戦やってますよね、新しい情報を流したりとか、潮風もね、丹波ラジオとか、ああいう情報戦は全く聞かないですか？全あれくっはて言っね、たらあれですけど。北朝鮮を倒すためということよりもね、
逆にそういう国に来てますから、国民国家でね、プロパガンダを言いつつもね、北朝鮮の国の言うことをね、本気で信じてもいないんですよ。だから、ありとあらゆるいろんな情報を入れるということは意味があります。ただ、それが反対性運動につながるとか、民衆が立ち上がるというところにまで僕は、あんまり過剰に期待をかけない方がいいと思って。もうその気力はないってことですね。いや、これなはかな僕の言うか。ことが、外れた方がいいんで、ね、違う意見もあると思いますけど、僕の今ので考もえね、がそう実だ際とにいう。ね、実際に北朝鮮で全然ね、そういう動きがないですもんね。だかでら僕も、としては、この国はもう外から潰すしかない。中からは期待しない方がいいと。いや、外から潰す力が強まれば強まるほど、国の中で何かできる可能性が出てくることはあり得る。つまり、外の強く、抑えつける強さが、外からの攻撃が強まっていけばですね、ね、またその情報も入っていけば、例えば北朝鮮の幹部の中で、逃げ出す人間も出てくるだろうし、今現に出てきてるし。で、例えば、拉致問題の情報を持った人間が、自分が助かるためだけでもいいから、なるほど。そういう情報を外に漏らしたり逃げてくるかもしれない。だから僕は逆に、これは荒木さんもよくおっしゃるんですけど、もう、とにかく、あの国は、私たちは絶対にあの国は潰しますよと。だから生き残りたい人は情報を持って逃げてきなさいってのは、今意味がある。そうですね。書かれてますね。そうやってね。ちょっと前半の話が長くなりすぎたし、やっぱつり。まり僕が言いたかったのは、いつか、これは、きちんと文章とかに書いた方がいいのかもしれないけど、共産主義の恐ろしさっていうのをね、やっぱり、我々経験ないんですよ。いやでも今で、先生の話聞いてて、だいぶちょっと何て言うんですかね、うっすらと見えてきました。私は今お話聞く前とはちょっと感覚は変わりました。ありがとうございます。やっぱこういうこ想と像で僕きてがよ言うかったと、なというのはあります。こういうこと僕が言うと、ソ連は解体したじゃないかとかね。いろいろ言う、そういう意見あるんですけど、ああいう東ヨーロッパやソ連の場合、やっぱりね、それなりの市民社会があったんですよ。やっで、ぱり言ってもってことですね。その中で、それなりの反対性活動ができる余地もあったんですよね。例えば、北朝鮮の場合、それが本当にないから、日本が大東亜戦争で負け、そうで、あの、え、負けなくてですね、100年ぐらい朝鮮半島を近代化したらちょっと違ったのかもしれないけれども、やっぱ35、6年では短いですか。いやー、それは短いでしょうね。ただこの話はまたこれ以上やるとキリがないので、ただ私の結論が外れた方がいいということを前提にね、いろんな人の意見もまた聞いてもらえればと思います。私は民衆が立ち上がらないといっても、高級幹部とか北朝鮮の中枢部、これを動揺させることは意味があると思ってるから、そのための情報戦はもう積極的にやるべき。例えば、これ一つの例なんですけどね、例えば、
例えば、こう、じゃあ、拉致問題ももちろんだけど、例えば、朝鮮戦争をね、北が始めたってことも北朝鮮の人全く知らないから。教えないですよね。あれは韓国とアメリカが攻めてきたことになって。そうですね、そうなってますね。まあ、その他にも山のようにもう嘘の嵐なんで、そういったものにこう、そういうものしか教えられてこなかった人たちに、いろんなものを伝えるってのは意味がありますよね。でもなかなか難しいでしょうね。言葉も教育、だからもう文献も映像も何もかもプロパガンダですね、じゃあ。まあ、だから逆に言うと、こう、まあ、韓国の映画とかあるじゃないですか。あれ結構北に今入ってるって話があるんで、なんか見た方もなんか公開処結刑構いにまなっすてね。るような。ああいうのも意味はすごくあるんです。やっぱり、だってね、いくらなんでも北朝鮮のつまんない映画とかね、もうさ、見るの苦痛ですからね。それに対していろんな情報を入れていくのの一つとしては、何でも意味がある。ただ、それと民衆が立ち上がることにそれが直結するっていうふうにあんまり考えない方がいいんじゃないかと思うんですああ、よ。そっか、知ったからといって立ち上がるとは限らないってことですね。まあ、残念なんだけど僕はそう思ってんですよ。じゃあもう、ちょっとまあ、でも考え続きて。ましてね、まあ、こんな共産主義の話ばっかり聞いてもみんな面白くないと思うから。とんでもないです。まあ、キム・ジョンナムがこの前暗殺されて、まあ、それに対して、じゃあ、拉致被害者を助けるためにこれをどう活用できるかっていうことね。まあ、これに関してなんですけれども、まあ、これもいろんな意見があると思いますが、私はとにかくね、この北朝鮮と、まあ、今回石炭の話が、石炭の、まあ、輸入を止めるっていう話がちょっと出てますけれども、とにかくね、中国と北を分断する、ものすごくいいチャンスであることは確かなんですよ。ですよね。で、わかりこまこす。にはね、全力を日本は傾けた方がいい。今このチャで、ンスを。本当ね、こういう時、まあ、日本と中国と韓国が連帯して、とか言う人いるけど、もう、全くナンセンスでね、今、韓国無政府状態だし、そうですね。中国だって単にメンツが潰されたと思って怒ってるわけで、ね、そうですよ日ね。本と共通の価値観なんか持ってるわけないんですよ。そうですよね。で、これは、私はまあ、そうなってほしくないんですけれども、韓国の大統領選挙で、新北政権ができる可能性は、結構あるわけですよ。そうですね。で、その場合ね、これも最後にまた時間があったら喋るけど、もう、ものすごい大量の、経済援助が北に行く可能性ゼロじゃないんですから。まあ過去もで、そうだったしところがあだりまから、すしね。私はその前にね、とにかく、中国と北朝鮮の分断というものに対して、日本は自分の武器を使って外交努力をしなくちゃいけない。日本は自で、分の武器を使って、はっきり言って日本は中国に対して、まあ、もちろん ODA は、ちょっともう、ある程度止まってるかもしれないけれども、様々な形での経済支援をしてるわけですよ。そうですね。あと、技術支援もしてるわけですよ。で、これをね、まあ、これはもちろん、こういう不況の時代に、あまり経済的にマイナスになることは賛成を得られないかもしれないけれども、
もう私は北朝鮮への経済制裁っていうのはよく言われるんだけど、私は中国の。中国がですね、これ以上北を支援するのならば、まあ、何らかの形で中国に対しても、もう経済的なですね、圧力をかけるということは、日本にとってものすごい武器なんです。確かにそうですね。何も、軍事力だけが武器じゃないんで、なるほど、経ね、済も武器ですよね。で、これはものすごい力になるはず。まあ、トランプで、さんそれをもやでるすこ、うもんね。ん、それをやることによって、中国を、北といかに切り離してか、そして、そうなれば中国もですよ、もう、あの国はもうちょっとあかんなと。動く可能性ドもバ十テ分あバるーわジけョンですだよ。と。なるほで、ど。しかも今回非常にいいテーマが一つあるのは、このキム・ジョンナムが殺されたことで、もう完璧にこれは、まあ、中国がどの程度キム・ジョンナムを使おうと思っていたのかわからないんだけれども、もうかあのこれはもうあの国はテロ国家ですよと。で、中国は今、テロとの戦いっていうのをものすごく世界に対して言ってる国なんですよ、あそこは。まあ、それはどの口が言うかと思うけども、あれはやっぱウイグル弾圧のためにそれは使ってるわけですそうですね。よ。で、だったら、むしろね、それこそ、こういあなうたにとって。他国の主権を侵害してね、ね、テロまでやった国に対して、ね、あなたがこれ以上支援、中国がこれ以上支援すべきじゃないってことは言うべきだと思うし、それから現実に今北朝鮮から脱出した難民を、中国は難民条約に加わってるのに、まあ返し捕てままえてす送りね。返してるわけですよ。そうですね。で、自分で入った条約を違反して、しかもテロ政権を応援してるわけだから、それは中国の方がまあ、かなりひどいテロ国家なんだけど、それこそ、まあ、日本政府は言いにくいかもしれないけれども、民間人が言うのは自由なわけだから、なるほど。こういう国なんがで、国連の安保理事国であること自体がおかしいんです。っていうか、で、もう国連でね、見ない、だから、戦勝国ですもんね、結局ね。まあ、ただ別に中国戦勝国じゃ入っないちゃっんだたけかど、ら、まあ一応入っちゃってるね。まあ、だからその辺に関して、やっぱり、日本政府がいろんな形で、せめて経済カードを使えば、中国と北朝鮮の間は僕はかなり切り離すことできるんじゃないかと思う。で、それは安やっ倍ぱ政権はり、ね、やっていただきたいですね。正直言うと、北朝鮮から拉致被害者を取り戻すためには、すやっみません、ぱごり、めんなさい、小林先生。声おかちょっしい？とだけマイクを離してください。あ、はい。なんかはい、声割れごてめんるなさい。ようこなれんで、で。あ、すいません。これで大丈夫ですか？大丈夫だと思います。はい、すいません。で、結局北朝鮮から拉致被害者を取り返すためには、あの国を外交的に孤立させることと、何よりも中国の支援を切り離すことなんですよね。で、中国の支援が切り離されて、まあ、トランプ政権をどう評価するかはいろいろありますけど、もう仮にアメリカがかなり強硬な姿勢に出るだろうという雰囲気だけでもいい、それがあれば、かつてブッシュ政権の時代に、やっぱり北ははっきり言えば攻撃を恐れて話しに来たわけだから、そのパターンをもう一回作ることはできると思う。だからこれは今、日本は結構大きなカード持ってるんで、
で、使わない手はないと思うんですよね。で、ただこれは今国家の問題で、で、まだ国家ではなくて、我々は一人一人は国民なわけですから、国民のできることっていうのは、またちょっと違う、問題がある、ことがあるはずなんですよ。で、これもね、例えば、まあ、荒木先生がやってるような自衛隊の問題だとか、自衛隊をどう使うかとか、法整備をすべきだとか、まあ、いろんなやり方があると思うんですよ。あと、この前、加藤健さんだったかな。ああいう、そうで誰す。でもできるロビー活動っていう、はい。ああいうのも一アイ人一ディつアのアイもデアだすとごいです。はい。思う。で、ただ私の場合、ちょっとまた違うところから言うと、結局、日本の中に北朝鮮っていうのがあって、そうですまあ、こね。れがよく言われてる朝鮮総連なんですよね。で、これに対して、一人一人の国民でできることは何かないだろうかと。で、やっぱり、もちろんデモをするのもいいですよ。いろんな抗議活動もそれはそれぞれやり方があって、私がどうこういうことじゃないんですけど、ただ、一番やらなくちゃいけないことの一つは、これ今現実にある二つのポイント。一つは東京都の朝鮮大学校。もう一つは最も、まあ、お金が自家自治体から行っている、まあ、兵庫の朝鮮学校ね。で、いや、別に兵庫県の悪口ではなくて。いや、もう本当に一番いいと思うんです。はい、本当に。まあ、はい。まず、ここにお金が行ってるのに、あと、朝鮮大学校っていうのは、単に税が多少、免除されるとか、そういうことじゃなくて、で、あそこは本当に金日成の時代に、建てられた、あれは最も北主導で建てられた学校なんですよ。なんかで、私も知らなかったんですけど、大学の認可を受けてないんですね、朝鮮大学ってね。一応、あそこは東京都によって、受けてますけれども、まあ、それは見延さんの時代にそうなったんだけど、そうですよね。あそこを卒業した人たちが、どうぞ、朝鮮総連の話を一から振り返っていただきたいんですけども、起こりというわかかりでましすた。ね。はい。はい。じゃあ、まず朝鮮総連に関してはですね、はい。もともと例えば1945年に、日本が、敗戦して、ね、直ちにできた組織というのが、これは総連ではなくてね、朝連そうとでいすうね。ふうに言うんですけれども、まあ、在日朝鮮人連盟っていうところだね。で、まあ、あの、で、この団体は、それこそ、1945年の10月の段階でですね、そうだ、まだその時はできてなかったの。ごめんなさい、ちょっと今の間違えました。1945年の10月の段階で、すでに、左派系の在日朝鮮人のグループは、まあ、もう明確に、運動のテーマとして出していたのが、まあ、日本における共産主義革命と、あと、天皇制の打倒なんですよ。まだこれはもう、GHQ の、はい、うん。で、この時に、これはまあ、はい。当時の日本共産党の路線とほぼ一緒。で、なるほど。日本共産党はこの頃はなかったことになってる。なかったことになってて。この時代の、方針はなかったことになってる。
あの、あれは間初め違ってのた任一部務のほ人どがとやっかはたっなかってたことになってるんですね。あれは間違った指導者がやったっていうこと、ああ、なるやっほど。たってことで、はい。そしてこの朝連、朝鮮人連盟の場合はですね、これが最も大きな事件を起こしたのが、1948年なんです。これが大阪と神戸における、阪神教育闘争、阪神教育事件といって、っていうのがあるんですよ。で、ものすごくね、あまり長く喋ると退屈しちゃうから、すごく簡単に言うと、戦争が終わってから、在日朝鮮人のこの朝連のグループが、バンバン、こう、学校を建てるわけ。日本の中であちね。こちでで、ね。学校建てるって言うとなんかいいことのように聞こえるけど、そこでやってたのはもう完璧に、共産主義と北朝鮮を、共産主義と、それから日本における革命、そして北朝鮮が建国されてから北朝鮮を支持する方向の教育なんですよ。文で、字を教えてたとかそういうわけじゃないんですね。いやいや、もちろん文字は文教え字てとるんでかすをよ。教えてたんですね。文字は教えるんですけどね。で、そしてそれに対して、1947年、当時の GHQ のマッカーサーがですね、こういう学校は、はっきり言うと、それこそ、非常に危険であると。危ないと。だから、日そうで本すのよね。教育基本法に合わせた形で、再編成するようにというのが来たんですね。で、それに対して、簡単に言うと、それで1948年の段階で、文部省の方から、これは簡単に言うと日本語学校への編入を、朝鮮学校促は、すか、と。まあ、か、か、うん、まあ、閉鎖の方向に行って日本学校に編入していくという方向のことを言ったわけなんですよ。で、それに対して1948年にですね、もうこれはもう民族教育を守れということになって、もう1948年の、4月に大阪で、同じく、同じ4月にやっぱり神戸でですね、それこそものすごい暴動が起きて、そうですね。もちろん、ここで在日朝鮮人の子供が一人亡くなっていて、それは気の毒なんだけれども、それこそ神戸においてはですね、もう兵庫県の県庁がもう占領されると。そうですで、知ね。事の部屋も全部閉鎖、人質占領にさなっれてるとね。いう大事件になって、で、電話線も切られるとかですね。で、そういう状態で学校閉鎖令は撤回するという文書にサインさせられるというですね、もうすごい事件が起きてる。武力よく、で、武力で物を言わせる。阪でね、神。この事態の、これもいろんな背景とかあるんですけど、それは長くなるからやめるとして、GHQ の時代にですね、戒厳令一歩手前の非常事態宣言が起きたのは、ここだけなんですよ。そうですよね。戦後1件だけですよね。一件だけです。で、これに対して、もうこれ、はっきり言って軍事裁判かけられたわけだから、逮捕された人がね。で、この事件というのは、正直言うと、もう、僕はこれが今の兵庫県の、の、あの、お金に影響をつながっているとまでは僕は言わないけれども、いや、でもこれが、やっぱりいるような気はしますね。その役所ってやっぱり意外とね、トラウマあるから。縦社会ですしね、引き継いできますし。で、この時にね、これでやっぱり私がちょっとこれも陰謀論みたいになって申し訳ないんだけど、強調しておきたいのは、この起きた1948年4月っていうのは、最終党韓国のね、チェジュっていうんですけど、あそこで四三蜂起と言われる、左派系の、それこそ島全体が内戦状態になる、暴動というか内戦が起きてるんですよ。チェジュ島で、で、チェジュ島で。で、この時に主導したグループの
かなりのグループは、はい、南労党、南の労働者の党、南労党といって、南労党、はい。と、で、あの、北朝鮮に従っていた共産主義のグループの、ああ、okay、で、私はこれが別に連携してたとは言わない。だけど、この時期に、このチェジュ島の暴動にしても、日本国内の朝練にしても、北朝鮮も含めて、ある種、僕は、僕はこれは中国の影響もあったのではないかと勝手に思っているんだけれども、ある種、この時期の日本朝鮮半島というのは、共産主義革命に向かう危機的な状況があったんですよ。なるほど。で、あの、もし、そしてそういう状態の中で、はい、結局こういう朝練は、これを、まあ、これが、これは全ての理由じゃないんだけど、朝鮮人連盟は解散させられるんですよね。はい、はい、一旦、ね、で、そして、もう、その次にできたのが民選と言いまして。民選。で、はい、民選というね、あの、まあ、いわゆるここではですね、まあ、そうそう、それと、これは大事なことの、大事でもないのかな。あの当時はね、この日本共産党には在日朝鮮人の人たち が,、はい、が非常にあの加入もしくは連帯してやってたんです。はいはいはい、で、共産党のその運動方針の中である程度動いていたというところがあったんですけれども、まあ、それは相互の影響があったとは言える。はい、とは言える。そしてこの1950年に朝鮮戦争が始まりますよね。はい、はいね、でこの時にこの、まあ、民選とまた日本共産党の中のいわゆる武装革命を主導する人たちは、米軍基地、あ、失礼、このいわゆる、間違えました、ごめんなさいね、朝鮮戦争に対して北朝鮮を支持すると、はいはいはい、そしてあの日本国内で米軍の輸送の電車を止めろとか、あるいは北朝鮮、中国とともにですね、もう中国はその時明確に朝鮮戦争入ってたから、はい、あの日本でも革命を目指すというんで、まあ当時は山村工作隊と言ったんだけど、うん、日本共産党系も武装闘争に入って、そしてその在日朝鮮人の運動も明確に、まあ日本の中で北朝鮮を支持した、まあ暴力闘争に展開していくんです。でこの一つの典型が、チノメーデーという、はい、っていう言葉を、まあ、皆さんご存知と思いますけれども、これは1952年、はい、朝鮮戦争の真っ盛りの時に、はい、まあ、メーデー、5月1日のメーデーの時に、はいはい、まあ、ほとんど、あの、まあ、皇居前広場でですね、ほとんど暴徒化した、はい、事件があるんですけれども、この時には、逮捕された人たちの中の、はい、まあ、正確な数字はちょっと資料によって多少違うんですけれども、あの、はい、まあ、一応1200人ぐらいが検挙された中で在日朝鮮人が、130人、まあ、10分の1という1割、はい、でこの時、はい、まあ、北朝鮮の国旗がはい、日本でやらなくてもいいと思うんだけども、はい、このデモ隊の中では随分翻ってる。あ、そうなんですね。で、まあ、そういう事件があったわけなんですよ。わ、はい、かりやすいですね。で、はい、であので北朝鮮戦争が終わった後、はい、まあ、要するにちょっとこのやり方はいかんと、はい、ということで日本共産党はこれから平和路線になるんですね。はい。で、あの、そして、朝鮮人組織も一旦解散して、それでできたのが朝鮮総連。なるほど、そういうことですか。だから、それ以降、朝鮮総連は、あ、ごめんなさい、はい、どうぞ、はい。あ、じゃあ、最初は朝連。で、次は民選です。まあ、そんな、まあ、はい、まあ、別にそういうの覚えなくてもいいですから。覚えなくていいですか。そういう形で言ってるんですね。でも、なんか、底辺中身は多分同じ方だったんでしょう。いや、簡単に言うと、あ、それは全部同じ方で、はい、ですよね、はい、で、あの、こう最初は武力闘争の時代だったんですよ。はいはいはい。そしてその総連になってから、はい、これ金日成が直々に、はい、
日本の中でこういう武装闘争みたいなのやるなと。ああ、もっとうまくやれと。で、簡単に言うと、これからは、工作活動に入るんですよ。ああ、つまり、なる日ほど。本の中でこういう武力闘争とかやったって、負け成られる功けしれなないい。し、で、むしろ、今後は平和的に、日本の政府と直接ぶつかるのはできるだけ避けて、一つには国内の工作活動。もう一つは、この北朝鮮帰国事業。要するに、在日コリアンが北朝鮮に帰っていくと。それがいいことなんであるというね。そういう方針に変わっていくんです。逆に言うと、すこごのく時分かに、りやすいです。バリバリに武装闘争をやった人たち、あるいは当時のリーダーたち、これはハンドクス、まあ、それのリーダーはハンドクスって人なんだけど、これはろくに運動なんてやってない。で、こういうむしろ武装闘争の時代に前面立った人間たちは、これは北に送っちゃおうと。なるほど。で、もう置いと自分こうよりと、活動した人間は、もう送っちゃう。で、この人たちは多分ね、真っ先に殺されてる可能性あるんですよ。本当にそうつだまと思り、います。日本の中でバリバリに、に政治運動やってた人は、向こうに行って、おとなしくしてるわけないんそうですね。です。血多の分気のこの多人たい。ちは、ガンガンやられたと思う。で、もう一つは帰国事業という形で、これは北朝鮮が労働者が欲しかったっていうのは確実。だけどね、実はそれだけじゃないんですよ、これは。北朝鮮に、で、大体ね、1959年から84年まで、9万3000人が北に行ってるんですよね。25これ年ね、ですか。そうですね、9万長い3000ですね、人、結構。ただ9万ね、3千人。事実上ね、64年ぐらいで終わってんの。やっぱりね、もうだんだんあとはほとんど行っ減ってきない。たそうですね。なんかちらっと聞いたのが、なんかほら、縦どうぞ。書きの手紙が送られてきたらもう来るなとか、もう決まってたあとかと、言うじゃないですか。あとね、結構有名なのは、向こうから来た手紙が、いわゆる、息子、あ、えっと、息、息子だ、息子か孫の何々を、結婚させて、それで行きなさいと。で、その子供まだ3歳なんですよ。じゃあおかしいっだてからこそとれがね、わかります。要するに、20年は来るなと。なるまあ、ほそうど、いう、そうですやっぱよね、やっね。ぱ人間はね、いろんな知恵を使うんだわな。なるほどね。で、そうか。この9万3000人が、資本主義自由主義の国から、来たんですよ共産ね。主義に9万3000人が行ったっていうのは、逆の例はいっぱいあるけど、逃げてきたってことで世すね。界史上これが最初で最後。ああ、なるで、ほど。これによって北朝鮮は、自分たちは、それこそ、どんどん、同胞を受け入れる、共産主義の勝利の国であるという、ものすごい宣伝のイメージになったんですよ。全世界から来たんですよね、マスコミがね、帰国事業の時。で、この時に、帰国事業の時にどれだけいろんな人が応援したかってことはもうくどいから言いませんけれども、実はね、これ、今日話すかどうか迷ってたんだけど、ある脱北者の人、この人もう亡くなっちゃったんで、あんまり、ここで言う、名前はちょっと、伏せますけど名ね、前は伏せてくだ90さい。年、90年代に私が会った時に、この人も、茨城県のから十何歳で向こうに行ってるんだけど、僕に、これからもし運動でやりたいことは何ですかって聞いたら、朝日新聞訴えたいって言ったの。
私も訴えたいと。で、それで、いや、僕、その時はね、ちょっと疑問だったの。そうやでっすぱ、か。それが一番悪いわけで、はい。まあ、いかに朝日新聞に問題があろうとも、で、そしたらね、まあ、そういうこと僕が言ったら、その人が何て言ったかっていうと、私だって、私の親父だって、朝鮮総連が、あれは北朝鮮の組織なんだと。それぐらい分かってると。だから、朝鮮総連が北が素晴らしいと言ったことだけで決断したんじゃないんだ。当時日本で自分が撮ってた朝日新聞にも、この帰国事業は正しいって書いてあったから。そして、日本の文化人もそう言ってたから。この人たちが何も北の味方で嘘つく必要はないだろうと思って、それで決意したん信だじと。たと。で、その人は朝鮮総連、よく他の人は朝鮮総連が憎いとか言うけれども、まあ彼らは基本的に北朝鮮国民という存在なんだから、自分の国の宣伝をそのまま言ったとしても、まあわからないことはないと。なるほど。で、彼らも多くの親戚が向こうにいるから、被害者の面もあるそうと。ですね。だけど、あの時に、それはいいことだと書いて、しかも日80本年代、の90ね、年代まで、ね、ほとんどそれを改はめない、かった、朝日新聞の方が自分は憎らしいというふうに言って、僕はその時は、こういう考えもあるのかと思ったんだけど、よまあ、そのく、方でがも、亡くなっ、心情わかりますよね。その方が亡くなった時に、いや、もしかあれ、朝日新聞訴えるの、やってやればよかったかなとか思ったことがあったの。そうですか。無念だったなぁと。僕らは朝鮮総連を訴えるっていう運動だったから、まあ、それは負けちゃいましたけどね。まあ、そうだ。あんま自分の話ばっかりしてもつまんないです。ごめんごめん、話とん戻でしもまなす。い。すごく、よくわかりまます。あ、それでね、これよく、ちょっと、話だらだらやって悪いんだけど、この時にですね、キューポラのある街という映画があったのは結構みんなご存知だと思うんですけど、いや、あんまり多分皆さん知らないんじゃあ、ないそうでですすか。か。キューポラのある街という吉永小百合さんがデビューではないんだけど、まあ、ヒロインとしては、主演としてはこれが最初なんじゃないかな。そうなんですそうね。いう映画がありまして、見えますか？キューちょっポとラのあ皆るさん、ちょっとごめん街、なさい。これぐらいしか、いいですよ。ちっちゃくできないんいいでですす、いいけです。ど。はい。いいんいいでですいいです。か？これは、で、このキューポラのある街っていうのは、まあ、もうレンタルでも見れると思うし、まあ、DVD も売ってますから、興味があったら見てみてください。で、まあ、簡単に言うと、この帰国事業が取り上げられてるんですよね。ね、テーマの一つになって。で、今映ってるのがね、これ、実はそのキューポラのある街の方は結構みんな知ってるんですよ。これただ、続こっのて未今成書か年れてるんとですいうけど。この続編はね、これはあんまり知られてないですね。多分知られてないと思う。なるほこれど。あの、あの、65年に確か公開されてるんですけど、62年、の、え、に、60、あ、65年、ごめんなさい。あ、65年、65年。これはね、まあ、簡単に言うと、キュープラのある街の方は、まあ、それこそ、在日朝鮮人もう40の一家年。が帰っていくところはあるんだけれども、まあ、それは結構きれいに撮られてるんですよ。で、このね、未成年のはちょっとすごい作品で、もう、まあ、この、まあ、若い、この吉永小百合さんはその定時制高校でいるんですけどね、働きながら学校に通ってるんですが、いや、この朝鮮学校の青年というのが、ものすごいヒーローとして出てきて、もう当時青年の集いみたいな集まりがあるんだけど、で、そこで、まあ、他の中学生、高校生は、
ものすごくどうでもいいことばっかりみんな喋ってるわけですよ。ところが、もう制服を着るべきか着ないべきかとか、定時制高校と普通高校の生徒はどのように連帯すればいいのかとか、別に連帯しなくてもいいと思うんだけどさ。まあ、単に友達になりゃいいだけなんだけど、まあ、そういう議論をしてる中で、この朝鮮高校の生徒たちは、もう自分たちの悩みは、祖国が分断されてることで、我々が戻れないことですと。まあそういうことをすごいアジテーションのレベルが違うわけなんで。それで吉永小百合がすごい感動して、他の人たちの話はつまらなかったけれども、で私なんか頭が痛くなっちゃったけど、あなたたちの話を聞いてすごくすっきりしたわとか、こうおっしゃるわけよ。なるほど。するとその朝鮮高校の青年がですね、それは僕たちは悩みも夢も人一倍大きいからではないでしょうかということを、それをこう口々にするのも辛い恥ずかしいようなことを、いや、でも一番平和先生、いい声でしたよ、本当に。いい声でした。駅の出入り口で言うという。なるほど、なるほど。いや、いいで、そ声のでした、後、本当に。で、その後、こう、実はウそケてのま映す、画の皆冒さん。頭に、に、あの、その、吉永、その最初のキュープロのある街で出てきた、朝鮮人の一家は北朝鮮に帰ってるんだけど、そのお父さんと娘が帰って、あと、その後息子も帰ったのかな。で、こっちにお母さんの日本人妻だけの、日本人、だけ残おって母るわさんけだでけすよ。残った。奥さんが日本人で、それは残ってる。あんまりこういうケースないんですけどね。まあでそうでも、すまあよ映画ね。だからそれは、映画だからまあそれはいい。で、その北朝鮮から手紙がその吉永小百合のもとに届くわけです。で、まあそこには、私たちは、総連の宣伝は嘘でした。もう田舎のすごい寂しいところに送られて、仕事も辛いことばかりですとは書いていなくて、びっくりしね、た。大変。こう、書いてあったのにと思って。もう向こうに行ったらみんなし、向こうに行ったらみんな幸せで、お父さんも元気になって、みんな、もう毎日が楽しいですみたいな、そういう手紙が来るわけちょっと、で、そうなんですね。もなんか、う、そすごれで、い映画。まあ、俺、まあ、それで、ところが、その、さっきのその感動的な朝鮮の青年が、まあ、その向こうの、その偶然だけど、その北に行ったその人たちの、まあ、親戚だったかなんだかなんで、で、それで、吉永小百合のところを訪ねに来て、で、そのに、日本人の奥さんを探してほしいと。向こうに行ってお父さんががんになって、で一日も早く会いたいと言ってる。で、そんなことあの手紙には一個も書いてなかったような気がするんだけれども、まあそれはともかく、その日本人妻を探しに行くと、まあその、まあいわゆる料亭みたいなところで働いてるんですよね。まあ住み込みみたいな感じで、でとにかく、もうこれを吉永小百合がまるで北の工作員のように、なんとかして北に返そうと頑張るわけで、もう、で、とにかく、あと1年ぐらいしたら、里帰りも自由往来もできるとか、そう言えばいいんじゃないかしらとか、もうそこまで言い始めて、まあ、で、とにかくその結論としては、その日本人は北に帰ることを選ぶわけですよ。そうですか。で、それが新潟に向かう、あるいは上野駅なのかな、みんなで、在日朝鮮人の人たちが万歳とか言ってる中で、その日本人妻だけは暗い顔をしてるわけです。で、それに対して吉永小百合が「おばさん、本当に偉いと思うわ」と。偉いと思うわ。何が偉いのか分からんけれども。で、で、まあ、そこでそのおばさんが、こう、
涙ぐみながら言うのは、私は本当は今からでもここから逃げ出したいんだよと。あ、どんそなこちょっに、と出るんですね。はい。どんなに貧乏でも、私はやっぱり日本に住みたいんだよっていうところがあって。あ、よかった。ちょっと、で、そして、でも、結局もう行くことを選んでるわけだけれども、で、あの、で、ね、で、あの、ね、そして、吉永さんに、私のことを覚えていてねと。こんな女が日本にいたってことを忘れないでねって言うと、吉永小百合は、おばさん、きっとまた会えるわと言って、まあ、感動的な終わりとなるわけ終わり方をすると、です。岩まあ、崎その先後もちょっ生、とあるんだけど、まあ、そういう。映画解説員ができそうで っ上ていう手か、ですね。というか何が言いたかったかというと、こういう映画が堂々と作られていた。ね、恐ろしいですね。なんか最後だけちょっとだけ両親が見えたんですけれども、でもまあ、なんか、おばさんまた会えるわって、なんか綺麗に終わるんですね。怖いですね。会えるわけないだろうと。ねえ、向こうに渡った日本人妻の人、ひどい目に遭ってるのに。で、そして、こうして帰国事業によって、9万3千人もの人が渡ると、結局、ソ連は完璧に、まあ、少なくともその家族が帰ったらもう人質集団になっちゃうわけですよ。そうですよね。だから、もう北朝鮮の命令には逆らえなくなってくる。で、人間は逆らえないという教官に置かれると、まあ僕はカルト宗教もそういうとこあるような気がするんだけど、もうそれを自分が合理化していくしかなくなってくる。だから北朝鮮の指示は正しいんだと。もうどうせ逆らえないならってことですか。今ちょっと北は難しいみたいだけど、でもやっぱり将来的には朝鮮半島は統一できて共産主義のいい国になるんだと。だからそのために自分たち頑張が、ろうと。で、その頑張ろうが悪い方に行くと、そのためには拉致事件を起こしても工作活動をしてもそうな大んできなす。目的のためにはいいんだっていそうなんです。実際に、金日成とか、キム・ジョンイルも、これ、三浦先生に聞きたいんですけど、拉致されてきた人は幸せだって思ってたところあるそうなんですが、あれ、幸本当でせすとかいうね。かね、幸幸せせっとていういうか、言葉が、要するに、なんか、簡この単に言う国と、に入れるのは、まあ、北朝鮮の国家目的は絶対的に正しいわけだから、彼らにとっては。彼らにとっては、で、それに協力することは光栄なことなんですよ。と思で、えってこ正しといでこすとなんね。です。正しいことなんです。で、しかも、日本は、我が国を植民地支配した人間であると、あ、そうです、国そう家でであす。ると。そうです、そうです。お前たちのせいでだ分断から、されたも言うんですよね。それに対して、この統一のために、協力するのは、良いことであると。そうですよね。もう、これはね、だから拉致問題にしても、もちろん人間だから良心の呵責はありますよ。だけど、彼らがそれをどうやって黙らせたかというと、これは正しいことなんだと。つまり、この人たちは気の毒かもしれないけど、これは将来の革命のためには正しいことなんだと。やっぱり、それは、まあ、これもちょっと共産主義のところで言うべきだったのかもしれないけれども、将来のユートピアのためには、今行っていることは、犯罪であっても正当化されるんだっていう。これがまた共産主義思想のもう一つの恐怖なんなでるほすど。ね。で、今まあ、聞いそてることの、に疑問を持つなと。で、逆に言うと、誰でも疑問持つじゃないですか。持ちますよね、やっでぱすりか。ね。苦で、しそんでれたを、りね、泣いててる人を見たら。で、もちろん、逆らったら殺されるもあるけれども、やっぱり殺されるだけじゃなくて、これは正しいことなんだと。少なくともそういやうるスときはピリそうチ思ュアわル、なければ唯で一きない。の、ですよね。だから、キム・ヒョンヒだって、今はもちろん本当に反省してますよ、あの人は。
だけど、大韓交付金の時はあれは正しいと思ってやってる。そうですよね。祖国のためうん、にっで、てやつですよね。そうです。で、はい。こう、そうなって、そういう中で、結局、朝鮮総連が、そういう事実上の工作機関になっていく中で、彼らのやったことの中で一番僕は成功したのは、僕はいわゆる日韓の分断という点では、文政公事件、文政公事い件、わゆる、文政が、朴正煕大統領の奥さんですね。奥様がはい。ね、はいはいはい。大統領を打とうとして奥さんにがね、犠牲になったんですけそうれでどすね、打たれも、たんですよね。で、であも、の朴人は正在、煕あ大統領、いいの、ですかね。はい。あ、はいはい、いや、いいですよ、別にね。いいですか？有は名ない。写真だから。はい。はい。これは、この奥さんっていうのは、韓国においては、もう、大統領と同じか、それ以上に人気のあった人なんですよ。ものすごく人気あったようですね。なんかこう、うん。で、庶民というかパク・チョ国ン民。ヒは、ある意味、こう、国を守り、国を発展させるためには、いろいろ厳しいことを言わなくちゃいけない。で、この奥さんはどっちかっていうと、そういう中で、社会の中でちょっと弱い立場の人を守る、福祉とかそういうのをやらなくちゃいけないっていう人で、もう大統領官邸の野党と言われてた人なるほど。そうですなんです。か。あまりこういうことをおふざけで言っちゃいけないんで、さらっと言いますけど、このパク・クネさんが大統領になった一つの理由は、この奥さんに対する国民的人気っていうのはすごくあると思う。あのお母さんの娘さんっていうことですね。そう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 。で、いやね、こういうことは言って、あんまり言っちゃいけないんだけど、髪型もそっくりにしたもんね。そう言ったんだ。なるほど。そうですか。それはもう、どうでもいいことですけど。ですけど、なるほ結ど。局、このムン・セザンって人は在日韓国人。で、だけど、この人は非常に、日本で左翼思想に、はまって、70年代はそういう人多かったですからね。ね。そして、総連のおそらく工作の中で、こういう行動に出たわけですよ。で、この時そうですに、ね。韓国、ここだけは僕は韓国の方に利があると思うんですけれど私もでも、す。朝鮮総連に対してね。もうソ連を調査して解体しろってことを言ったわけですそうよ。です。韓国政府が申し入れしてるんですよね、日本政府に。でね、これあくまで結果論ですよ。この時にね、徹底的にそれをやっていたら、そうなんです横よ。田さんの拉致防げたかもしれない。私も本当にここキーだったなと思うんですよ。で、でそれもがなん至でらでれきばななかっるんたですと。が。それいろんな理由があるんですけど、僕はやっぱり一つの大きな理由は、1973年の、金大中事件。近代中事日件。本国内から、金大中が拉致された事件。ありましたね。ごめんなさい、先生、写真がないです。すいません。いや、いいです、いいです。必要ないいです。ですか？すいません。拉致された事件。彼によって日本の警誘拐されましたね。あれによって日本の警察は、面目。ものすごい、こう、韓国許せねえって感じになってたよね。なるほど。で、ただ僕はあの時もちろんね、日本の主権侵害だから怒るの当然なんですよ。ただね、あの時金大中が日本で何をしようとしたかってことは考えておかないといけないんですよ。なるほど。彼は亡命者として日本で、政治活動をしようとして。そこまではね、権利として認めてもいいけれども、彼がくっつこうとしたのは、当時の、自民党の宇都宮徳馬っていう人、宇都宮徳馬。徳馬という政治家がいたんですけれども、で、この人は、完璧に、親中親北の人。で、あと、朝鮮総連そのものと結ぶ気があったかどうかは、僕は多分あったと思うんですけれども、もう、金大中は完璧にこの時、
金田一の救援運動にわーっと立ち上がった連中っていうのは、うん、で後に完璧に北審判になる小田誠さんとか、ああ小田誠さん、はい、はい、うん、まあ、あの和田春樹さんとか、あ、大江健三郎さんとか、大江健三郎さんで、あの、まあ、いやいや、あの、いや、あの、他の業績は業績で認めてるんだけど、はいはい、つまりそういう人たちと近代中は日本で組もうとしたわけですよ。で、でこれはやっぱり韓国からしたら、はい、日本はスパイ防止法もないわけでしょ。そうです。ここで韓国のいわゆる亡命者の大物政治家がこういうグループと一緒に、うん、政治活動をするというのは、うん、そのやり方は良くないけれども、はいはい、もう僕は韓国としては許せなかったというのは、それはちょっと理解できないことはない。うんうんうん、でこの僕はそのこの時に日本が断固たる態度を、あの、まあ、要するにいわゆるこの文政公事件の時に取れなかった理由の一つは、僕はやっぱりこの金田一事件の影響があったと思うんですよ。ただ現実にあのこの1973年の同じ年にあの渡辺秀子さんの事件というのが実は起きてるんですね。はい、あのこう特定失踪者問題調査会であの出してますけれども、はい、あのまあ、1973年の12月にですね、はい、ね、あの渡辺秀子さんっていう12月、はい、近代中事件の年ですね、はい、あのまあ埼玉県の渡辺秀子さんっていう女性が拉致されて、で、そして渡辺秀子さんどんな字でしょうか。秀子さんはね、秀才の秀に子供です。はいはい、あの渡辺秀子であの検索してもらえれば出てくると思うけれども、はい、これはね、旦那さんが在日朝鮮人、はい、で子供が2人いたんですけど、はい、非常にこれ残、分かりました、ごめんなさい、はい、分かった、はい、分かりました、はい、これ、まあ、これはちょっと非常に残酷な事件なんであまり言いたくないんだけれども、はい、秀子さんは殺された可能性が高いとされてる。で、あの、で、その子供2人、はい、確か6歳か3歳、6歳と3歳だったと思ったんだけれども、まあ、これは拉致されてる。ね、うん、はい、これは拉致されてます。うん、で、はい、で、この、だけど、在日朝鮮人の子供、あの、この子供の国籍も、いわゆる国籍というか、朝鮮籍なもんだから、はい、はい。これは、あの、まあ、拉致被害者と、拉致被害者であることは分かってるんだけれども、まあ、いわゆる政府認定の中に入ってないんですね。日本人に限るってことになってるんですよね。限るとね、はい、うん、ただね、あの、ただね、日本人女性のから生まれた子供でしょう。まあ、認定するしないは別にしてね。それと6歳と3歳、これ何の罪もないですよ。はい、そうです。あの、これは本当に、こういう事件が起きてたこともね、とも事実なんです。で、これ、この時は、の朝鮮総連ってのはもう最悪の時代で、はい、もうあの朝鮮総連内部でもうバンバンすごい内毛羽と粛清が起きてた時なんだけれども、うん、そうなんです。まあ、こういう事件があったような、そしてこの73年のこの時期、そして、70年代のもちろん拉致はこの時だけにあったのではないですけれども、はいはいはい、政府認定系の70年代の拉致事件というのは、はい、僕はこの日韓関係が極端に悪くなったこの時代に結構起きてるんで。なるほど。で、うん、そして、まあ、でところがこういう時代に、はい、あのつまりね、それまではね、北が悪いことがあんまりよく分からなかったっていうのも、まあ、情報がなかったっていうんでしょうがないところもあると思いますよ。うん、だけど、うん、だからここまで来ればね、はい、もうこれは大変な国だってのは分かるわけよ。そうですね。で、はい、ところがこの70年代に、あの東京都知事の見延辰吉さんとか、ああそうです、ね、さっきの小田誠さんとかは、はい、平壌を訪問して、はい、うん、あのしかもまあ訪問しただけならいいけれど、うん、はい、それとね、あのこう、まあ、人間だから間違って、
特に南さんの場合は、結構ね、あるんだけれども、特に見延さんの場合は、もう向こうに行ったら、本当にこんな素晴らしい国はないと。東京はゴミが多くて非常に困ってると。平壌に行ったらゴミが全然ないと。これは学ぶべきことだとか。もうそういうこと平気で言ってるわけですよ。東京都知事がね、はい。で、しかも、あそこでね、見延さんでね、これあんまり人が指摘してないんだけど、最も許しがたいのはね、淀川のことにも触れてるんですよね。で、すみません、もう一度。淀川のことにもちょっと触れてるんですよ、見延淀さ川んのことも、はい、はい、はい。は。はい。で、そこで何て言ってるかっていうと、はい。淀川の事件に対する、金日成主席の人道的な取り扱いに非常に感謝してると。いや、それはハイジャック犯でしょ？ いや、そういう場でなかなか言えないかもしれないけど、少なくとも感謝することはない。で、そこでキム・ジョイルはちょっとまた中、あの、ポロって言っちゃったんだろうけど、彼らのうち2人だけは、ちょっと問題があるけど、他はみんな素直ないい青年だと。言い方をしていて、淀川についてはまたね、何か皆さん興味があればいろいろ本とか読んでほしいんだけど、多分あれ何人か粛清されてるんですよ、淀川のメンバーもね。そうですで、ね。その2人が多分そうだと俺は思うんだけど、しかも、そして、小田誠さんの場合は、もう褒めたことももちろん良くないんですけどね。ね、あそこでね、一番あの人が市民運動家では全然なかったことが明らかなのは、例えば北朝鮮は、よく保守の人はこれをイデオロギー国家だとか言うけれども、もう、日本だって、で、お金儲けと、あと楽しく生活することが全てだっていうイデオロギー国家じゃないかと。それは全然違うだろうと。資本主義に毒されたですか。はい。ね、はい。俺はね、こういうこと言う人がよく市民運動とかやってたと思うんだけど、それはとすもごかいですく、ね。つまりそういう本が、さっき、キープラのある街の話したけど、ですね。こういうのが平然とまかり通ってたわけですよ。やっぱりそれって、なんでしょう。やっぱりこう、なんていうんですかね。敗戦した後の日本、まだちょっと色濃く残ってて、で、反米精神からでしょうか、いろんな要それ素はあがありるんまですす、こか。れはね。ただ、これはまた一つすごく大きなテーマになっちゃうと思うんですけれども、ごめんなさい。ただ私がね、その小田さんとかその辺の人たちの典型的な考え方っていうのは、基本的にね、社会主義がどうこうっていうよりも、一つには、自分のね、見たいものしか見ないんですよね。今の急上信者ですね。はい。そういうことで、でしかすもね。ね、はい。心にユートピアがあるんだな。ところがね、例えばね、私は共産主義者です、金日成主義者ですっていう人が、金日成を褒めても僕は別に何とも思わないんですよ。ところが、小田さんの場合、自分は民主主義者だって言ってるわけです。で、自分は、で、自分は中立の立場なんだと。で、だから、ベトナム戦争の時も、もう、自分が言いたいのはアメリカが出ていけだけであって、中立なんだと。もう、論旨は常にそうなんで。で、これね、本多勝一っていうある人がいて、あの人が金田一と対談してんだけど、そこで何て言ってるかっていうと、
と、要するに、韓国と北朝鮮、一番の問題は韓国に米軍がいることだと。ああ、やっぱで、り。北朝鮮には、他の国の軍隊はいないじゃないですか。要するに、そこに他の国の軍隊がいるかいないかということの方が、そこで本人当間がに。どう生きてるかよりも、重要なわけですよ。見たいものだけ見るんですね、本当に。自分のす関ごい心でのすものね、だ関けを見ると。心のものだけ。見で、た、でももっと問題あるものが見えてこないっていうのが怖いですね、ちょっと。だからね、だから人間、それこそ、人権とかね、あるいは市民の立場で考えるっていう人たちだったら、政治に何の関心もない、普通の一般の人が幸せに生きていられるか生きていられないかが、一つの国を見るときの基準だと思うんですよ。そうですよね。で、そうじゃなくて、彼らどこに行っても政治運動家と政治指導者の言葉ばっかり聞いてくる。それだもから、ある一種の洗脳ですかね。でも今日はちょっと別のテーマなんで、ちょっとね、これはこれぐらいにしときますけれども、で、すいません。次に、やっぱり一つのね、大きな、やっぱり私は一般の日本人が、北朝鮮のやっぱりことを大きく知ったのは、1987年の大韓航空機事件だと思うんですよね。あれやっぱり非常にショッキングだっ事た件とです思う。ね。そうですね。で、それこそ、キム・ヒョンヒの証言というのも、やっぱり非常にショッキングなものがありましたし、で、あの時にね、やっぱり、ただ日本としてもちろん亡くなった韓国の人もかわいそうですよ。でも日本としてあの問題で絶対に見逃しちゃいけないのは、日本人のパスポートが使われてたってことなんですね。そうです。で、これは日ね、本な人んでがや日った本こと人にのをし使ようっとて。したんです。で、なんであれ日本人がやったことにしようとしたかっていうと、いろんな理由があるんですけれども、もちろんそれは田口八重子さんを拉致してとかあるんだけれども、やっぱりね、一つにはね、もちろん日本に冤罪を着させるってことは大きいですが、やっぱりね、もう一つはやっぱソウルオリンピック阻止なんですよ。やっぱりそうですか。あれは確実にそうです。で、すごい考えですよね、でもね。これもね、これは私、証拠を十分持っていませんから、これは西岡努先生がここのところは専門なんで、いつか出てもらったらと思うんですけれども、あれはあ北りが朝とうご鮮がざいも、ます。よかったら。あれはもちろん北朝鮮がやってるんですけれども、認めそれてこますそ、か。それこそ、あれは、事件に関しては、それこそアラブ赤軍の重信だとかいろんな人間の中で、連携が取られた可能性がなくはないですね。そして、このことはいつかまたね、きちんとした時に喋りますけれども、問題は、結局、大韓航空機事件に関しては、絶対に北が認めないことなのね。絶対認めあれないですは。ね。あれで、だから逆に言うと、よく拉致被害者の人たちはいろんな情報を知ってるから返せないんじゃないか。それはその通りなんですけれども、だから田口八重子さんは本当にね、難しいんですよ。ある意味では。知りすぎてるんですね。もうキム・ヒョンヒを知ってるってことだけで。で、未だにね、韓国の極左の中には、あれでっち上げだって言ってる人いるからね。まだいますか。いる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 。いや、だって今回怖いでの、すね、なんか。今回のキム・ジョンナムについても、キム・マサオについても、あれはパク・クネとサムスンがやったんだとか言ってる人いるから。もうなんか日本どうやってやるん人、だ日よっ本て。人じゃないけど、韓国人がいや、いるんだ。一部ですけどね。三浦先生、あの写真はどうしましょう。出しあ、ていや、いいんでこ、いすか。や、今から出します。じゃあ、そして、この大韓国事件の後、結局、あの時に北を追い詰められなかったことは、やっぱりね、チャンスを一つ逃してるんですよね、世界はね。で、そうですそしね。て、なんか。
この後、選挙区、まあ、ちょっと話を飛ばして申し訳ないですけれどはい。も、いえいえ、はい。ただね、大韓航空事件の時、ちょっと日本でも忘れちゃいけないのはですね、日本の中にもあれが陰謀だとかいう人結構いたんですよ。大体どの辺か分かりますが、はい。で、まあ、ですから、やっぱり、確かに信じがたいような事件ではあったんだけれども、やっぱりこう、そして、この時も、実はもう少しで、拉致問題に関しても迫れる時だったんだけれども、まあ、ちょっとチャンスを逃したことは事実なんですよね。なんかで、そうやっそして陰謀て、で、私、振り返っごてめんおなさい話ね。していただいたら、いっぱいなんか過去にこの時この時っていうタイミングってありあまるんすでよすよね。ね。で、ねえ、だからなおさら、まあね。今が特に、はい。その後、いろいろ北朝鮮核危機とかありましたけど、まあ、その辺はちょっと、あまり長くなるので、本当、そろそろ終わらないと聞いてる人も大変ですから。あ、いえいえ、で、先生とかお疲れ様です。はい、はい。1990年代に、はい。まあ、近2世が死んで、ものすごい飢餓が起きるわけですよね。で、まあ、最初に言ったのは100万人ぐらい死んだかもしれない。で、まあ、一説によればもっと300万人って説もありますけど、まあ、で、この時、僕はその共産主義体制だから崩れなかったって言い方をしましたけれども、もう一つやっぱりあの政権を支えたのは、金大中ノムヒョンの、太陽政策。経済史、もう僕はあの時本当の太陽政策って言葉一番腹立ったのが、じゃあ太陽ってどこに当ててんだよってですよね。いや、で、綺麗にま言ってましたね。まあ、なんそかれはといいもこかとが、く、いや、つまりね、北が崩壊すると韓国は抱え込まなくちゃいけないから、崩壊しないようにしますって言うならまだ正直でいいけれども。まあ、それはともかくですね。で、そういう、近代中政権ができたときに、じゃあ、ちょっとさっきの、まあ、ご対面の写真を出してくださツーショット出していいですか。皆さん、い。出してこくのお写真、ちょっと、見てくださいね。これ私、実は、三浦先生に、コラですかと、コラ画像ですかと言ってしまったんですが、ちょっとお待ちください。出ますかね。あ、綺麗に。ありましたかな。で、2002年5月かな。パク・クネさんは当時野党だったんだけど、平壌を訪問して金正日に会ってるんで平壌す。をで、訪問して野党の訪時問しのて、パまあ、クパク・クネはネ当時野党でね。さんは、その当時野党の議員さんであっ当た時はときでもす。う、会ってるんで、これ5月です。でね、平壌に行ったと。で、注意してほしいのが、この年の9月が、小泉訪朝。同じね、2002年です。で、パックね、ここに会いに行ったときに、ほら、自分のお母さんが殺された話とか、あるいは、青瓦台に向けて、ゲリラが起きた話とか、まあ、正確な情報は伝わってないんだけれども、僕は調べてないだけかもしれないけれども、ことについても話はあって、で、キム・ジョンイルは何て言ったかっていうと、あれは一部の、冒険分子がやってしまったと。同じような言い方ですね、拉致問題の。これ全く同じなんです、拉致問題と。で、この時にパク・クネと、そして9月に小泉さんと、この時期に、おそらく北朝鮮は日本とも韓国とも本当取引したかった。で、だから両方とも、それは冒険分子がやったって形で、終わらせる韓よ国とは対応政策を維持する。う日に。本とはもちろん国交回復を目指す。国交し、回復というか正常化ですで、ね。お、うん、で、この、あ、そうさ、失礼、国交正常化。で、そして、この時点で、まあ、いわゆるブッシュ政権の時代だから、まあ、おそらく金正日はかなりビビってたんで、
そしてまた日本のお金も欲しかったから、はいはい、悪の枢軸というわけですね、はい、うん、ここで一気に終わらせようとしたんだと思う。なるほど。そして実は小泉首相とあと、はい、あとまあ結ばれた、もちろんね、私は小泉訪朝に関しては確かに何人かの被害者が帰ってきてるんだから私は全否定はしないんです。まあ、一定の評価はすると、はい、うん、一定、僕は今でもそうです。ただね、はい、こうあれ、あの時に結ばれた日朝平壌宣言、はい、あれはもう全く価値がないのに、はい、日本側は特に外務省は今でもあれにしがみついてる。まだね、破棄されてませんね、うん、はい、で、そして今回のストックホルム合意、もうこれみんな名前すら忘れてんじゃないかと思うんだけど、つまりこう日朝平壌宣言に基づきと書かれてますね、はい、そうですね。で、これに関しては実は安倍政権になっても、うん、もう使われ続けてる言葉なんですよ、はい、踏襲してますね。やっぱそれは同じ、うん、こう過去自民が結んできたものっていうのがあるんですか、というか、うん、それもあるけど、つながっているからでしょうか、はい、何らかの手がかりがなくては ね、はい、ね、交渉できないということはあるとは思うんですけれども、うん、基本的にこれは外務省への悪口じゃないんです。外務省っていうのはそういうところだと思うんだけれども、はい、外務省の仕事っていうのは国交のない国と国交を結ぶことなんですよ。なるほど。そして国と国との対立をできるだけ緩和するというのが、まあ、本当はそれが仕事ではないと思ってるけど、日本の外務省はそういうふうに、もう、そう、はい、もうそれは共産主義的な洗脳を受けてそう考えてるから。なるほど、なるほど。で、もうひたすらそれを考えてるんで、でこれに関しては別に外務省を僕はどうこう言うよりも、すでに破綻してしまった構造に、はい、しがみついて、一旦それを解き放つのは、うん、やっぱり私は政治の力だと思いますよ。あ、はい、そうですね。で、で最後にこの、まあ、僕はその今日はあまり拉致の話出なかったんで聞いてる人はご不満だとは思いますが、いやいや、皆さん多分ね、すごくなんか本一冊読んだぐらい、うん、いろんなこと理解されたんじゃないかなと思います、はい、やっぱり今一番、うん、国民の中でできることは、最初に総連のことなんで僕がこんなにこだわってたかっていうと、はいはい、例えば今東京の朝鮮総連本部があるでしょう、はい、靖国神社の近くの、あれ、うん、あれが立ち退きにならないですよね。残りましたね、結局、はい、うんうん、あれに関しても、まあ、これは、はい、これも証拠はないんですけど、はい、警察の一部にはね、あれはあのままあった方がね、むしろ監視しやすいと、 ああいうのが全部地下に潜っちゃうよりもね、見える場所にあるということですか、そういう考えが、という説があるんですよ。うーん、なるほど。ただまた逆に朝鮮総連を潰さないでいかに日朝との交渉にカードで使うかっていうのもある、はい、うん、ですから、そういう意見を私が全否定してるんではないんですけれども、はい、ただね、もし本当にカードに使えると思ってるんだったら、はい、今、先生、すみません、むしろあに使えると思う。ごめんなさい、ちょっと音声途切れました。もう一度お願いします。はい。はい、ちょっと聞こえなかったかな。ごめんなさい、はい。むしろね、ごめんなさい。あれを潰しますよっていう方、ちょっとまた切れましたね、すいません、ちょっと待ってくださいね、もう電波はいいんですが、はい、まあ、先生、すいません、なんかごめんなさい、ちょっと切れやすく、あ、大丈夫です か、 なんか肝心な、あ、大丈夫、はい、すいません、あ、大丈夫、あ、ごめんなさい、大丈夫ですか、悪くなってしまって、もう一度お願いいたします、はい、いやいや、大丈夫です、あ、いやいや、こっちのせいかもしれません、総連を潰しますよって言った方が、うん、僕はカードに使えると思う。妨害。だから、はい、うん、で、それをやることで、
いや、別に、私の場合、妨害するほど価値のある人 間ででもなんはかないちょうどいいところで切れちゃったんで、の。だから、で、逆、そして、例えばそれに破門法をかけろっていう人もいますけれども、私はいろいろハードルの高いことをやるのもいいんだけれども、とにかく基本的に、これはテロとの戦いなそうんでだすと。ね。で、拉致被害者を取り返す戦いなんだ。ということは、拉致問題の、基地になった可能性がある。もしくは協力者が属していた可能性もうがあほる。ぼ断定でいいと思いまそすこが、は、とに、うん、そこはもう、そこはもう、あの、調、調査した後に、資料を没収して解散させるということを、日本がもし言えばね、これは北朝鮮に対する経済制裁以上の圧力になるかもしれない。で、僕は逆にですね、朝鮮総連そのものっていうより、これはあんまり言ったことないんですけどね、僕はあそこで一番僕が探さなくちゃいけないと思ってるのは、日本人協力者の名簿なんですよ。最初にちょっと言ったその脱北者の言葉に戻っちゃうんだけど、人質を取られてね、追い詰められた状態でね、それでも許してはいけませんけれども、もう、工作活動に関わった人とね、日本人でありながらね、たとえよく知ら、事情を知らなかったにしても、ここに協力した政治家なり、全く単に利用された国民、一般の国民にまで僕は言う気はないけど、少なくとも政治家なり、あるいは、もしかしたら外務省なり、そういった人間たちっていうのは、それこそ日本人の手で裁かないとダメですよ。そのデータが、僕はあそこにはある可能性はあると思う。そういった意味でも、朝鮮総連と朝鮮大学校、これに対して一気にそこまでいけないならば、まず兵庫県のお金と、それから東京の朝鮮大学校の、取り消し、認可取り消し、これに対して、皆さんが声を出してほしい。僕、これまであんまりこれ言わなかったのは、やっぱり地方自治の問題という面はあると思ってたんです。ただもうね、私は例えば、兵庫のことでも、もし共感してくれればね、これ聞いてる人で、はがき1枚でいいですよ。メールでとかより、むしろ僕ははがき1枚書いてくれた方がいい。知事神宛戸県に、の知事でもいいです。教育課でもいいです。兵庫県の朝鮮学校への支援はやめてくださいと。そういうのを送ってほしいし、小池知事宛てにはね、朝鮮大学校の認可取り消してほしいと。そういうのを送ってほしい。なんでかっていうと、これは、例えば、大阪に住んでる人も東京に住んでる、東京や兵庫に住んでない人も、これは地方自治の問題じゃなくて、国家主権と国際テロとの戦い、もう地方自治体の権限ではなく、日本国家として取り組んでくださいと。今、加藤健さんも朝鮮大学の取り消しを国連安保理のことを使ってやろうとしてますね。ミサイル開発に関わることを、教えてはいけないというふうに国連安保理で決議しているので、それを朝鮮大学はやっていると。で、これをもう日本政府じゃなくて国連に訴えようと。そこから警告を出してもらで、おうかと。こう、加藤さんの場合、やっぱ国際的に動かないと日本どうないかうなか考動かえないっのてようで考す。えでやっておられると思うんですよ。で、一応私の場合は、ま知ず、事さんに。提案したいのは日本人として、やっぱり日本のね、主権者として、知事、日本の政治家に。そして、その時に、
これは強制はしませんけれどいや、も、皆さんよかったら、もう拉致のことを書いてもいいし、工作活動のことを書いてもいいんだけど、一言神戸に学校に送るときは一言これ入れてほしい。あんな国を褒める教育をするなんて子供たちがかわいそうじゃないですかっていうのを一言書いてほしい。それはすごく普遍的なものになると思いそうまですね、ありがとうございます。今日たくさんお話ししてくださいました三浦先生のこのご提案、す。はい。ぜひ皆じゃあこさんん、なもんで。拉致問題解決願っていらっしゃる方ばっかりだと思います。みんなでこのはがきを知事さんに出す、メールもいいですけど、はがき、ちゃんとした形で文章になってくるというのは本当に大きいと思います。加藤さんの方も合わせて両方やればいいっていう下戸さんの意見、私もそうですね、両方やりたいと思います。やりませんか？賛同してくださる方、ぜひ、やり方もみんなそよれろぞしれくおの願いいね、たやりし方まがあす。りから。よろしくお願いします。いや、今日は長々と大変失礼いたいやいや、しまし本当にすいません、ありがとうございました。ちた。ょっとだけ質問題も取ってもいいですか？短めで。あ、はいいい、ですか？はい、あ、いいですよ。すいはまい、せどうん、ぞ。三浦小太郎先生に聞いてみたいことがある方はコメントください。ちょっとコメント欄がよく見え見ないっえにくていうですか？か もし来たらちょっと読んでもらえます。そし私たらがすぐ言いますから。開いたいと思います。すいませんね。いろんな、すいま皆せんさんね。の勉強になりましたと、たくさん拍手が来ています。パチパチって、どうもありがたとうくごさざいんまし拍た。手来てまあす。りがとうございました。皆さん質問ないですか？質問タイムです。ちょっと5分ぐらい時間いただきました。なんで拉致に協力した在日朝鮮人が帰化できたのでしょうかっていう質問が来ました。帰化というかね、帰化のこともあるんですけれどもね、もっと本質的な質問は、なんで逮捕されないんでしょうってことなんそうですでよ。すね。長瀬先生。で、しかもね、やっぱり、北朝鮮、それこそ日本においてですね、いわゆる今の帰化手続き、ここに、これもちょっとあくまで個人的な意見ですけど、言うんですけど、スパイ活動っていうのがね、法的に取り締まる対象になってないんですよ。そうですね。永瀬先生の時にもお聞きしました。今から法整備すると過去の犯罪が取り締まれないとか、今ある法律にこの拉致に関する取り締まる法律がないということを。ただね、ただ僕は確かに法治国家だから法律を守って生きていくのは当たり前なんですけど、法費の議論になってはいけないと思うんですよね。つまり、私はこの拉致事件に関してはですね、そのき、まあ、それこそ帰化基準のことももちろんなんだけど、絶対にね、もう一つね、実は総連の解体と同じぐらい制裁として効果があるかもしれないのは捕まえることなんですよね。そうですね。もちで、ろしん。かも、正直言うとね、朝鮮人だけじゃないんです。淀川犯だって逮捕されてないですよ。そうです。旅券法違反では私やられてるけど。少なくとも、八尾恵さんに関しても、本も書かれ私はて。これも、私としてはね、逮捕しろとまでは言いませんけれども、私はね、淀川犯の連中こそね、大丈夫ですか、先生。れ、お声がちょっと聞こえなくなりました。三浦先生。どうしたかな。皆さん聞こえてますか。コラボがちょっと切れましたね。またちょっと上がってきていただけると思います。ちょっとお待ちくださいね。三浦先生は聞こえていらっしゃったら、コラボの方押してください。よろしくお願いします。すいません、多分長くなったからちょっと電波が重くなったんでしょうか。ちょっとお待ちくださいね。放送は切れないですね。
ちょっと待ってます。三浦先生、大丈夫ですか？どうしよう。 あれ、どうしたのかな。すいません、ちょっとお待ちください。時間制限とかあるんですか？コインはたくさん入れていただいたので、大丈夫なのようなんですが、はい、まだ申請が来ないです。三浦先生、大丈夫ですか？このまま終わっちゃったらどうしよう。はい、すいません。どうしようか。三浦先生、聞こえますか？大丈夫ですか？どうしましょう。 いや、工作委員ではないと思いますが、勝手に切れましたね。はい、どうしましょうか。私が質問に答えるっていうのもちょっとあれなんで。来れました。はい、今接続してますいませんでした。す。なんか勝手に切れ聞ましたこえてね。ます？聞こえてまはい、す？大丈夫です、大丈夫です。はい、いや、ちょっとこっちの問題だと思う。うちの配線あんまり良くないから。すいません。いや、 おこっち電の話で責任気づいだたと。か何かなと思いながら。はい、すいません。じゃあ、すいません、他今。何かあります？ちょっとはい、適当に呼んでください。はい、ごめんなさいね。すいません、ちょっとだいぶ遡いや、っ失て礼るんしですまが。した。すいませんでした。はい、表現の実態について分かる範囲でいいので教えてくださいっていうのは、そうですね。はい。実態というかね、はい。これ全ての自治体がその傾向があるんですけど、はい。朝鮮学校の教育内容に関して全然突っ込まないんですよ。指つま導り要項に関してで学校、すね。はい。つまりがあのまあまあ、兵庫県は特にそうなのかもしれないけれども、はい。はい。まず論理がこの2つあるんです。1つは、子供たちの人権があると。からもう1つは、学校教育には自由があると。それで裁判がで、ね。はい。聞こえてますか？はい。はい、大丈夫です、大丈夫です。はい。で、ただ私はそれは今言ったのは建前論であって、むしろこの永瀬さんあたりにきちんとその辺は突っ込んでもらった方がいいんですけれども、はい。どうおも、そらくね、神戸全体にね、はい。申し訳ないけど保守系の政治家も含めて非常に総連と密接ではないかと思われるようなところがある。でね、神戸の民団もおそらく日本の民団の中で最も総連とべったりなところ。はい、騒動編を来週黒坂先生が多そうで分、すね。そっかそっか。はい、お話になられると思います。はい。はい、ちょっと、質問です。実力行使なのか、兵糧攻めなのか、どちらを考えていらっしゃいますか？どちらがいいと思われますかということだと思います。はい。実力行使実な力のか、行使っ兵ていう糧のは攻めまなのか。あ、うん、あ、まあ実力行使っていうのは簡単に言いますと、何らかの軍事的手段ということだと思うんですよね。で、それを放棄したらおしまいです。で、それは必ずやる。大丈夫か決な。意があるということ、交渉そのものもうまくいかないです。ちょっと声がね。これはね、どっちかではなくてね。大丈夫です、今は。はい。大丈夫ですか？ちょっとマイクの場所が悪いのかも。これはね、実力行使もね、兵糧攻めもね、情報戦もね、そう全部でやらすないとね。ダメなんですよ。ただ、実力行使という場合ね、まず、どこに、
被害者がいるのかってことの情報を取らないと。で、その情報を取るためには、やっぱり北の内部から取らなくちゃダメなんです。で、それがまず僕は情報戦の最初なんだろうと思います。そして実力行使ということの場合、基本的にね、総理大臣と内閣が決断したら絶対にか。はい。で、それをもしできるとしたらね、それは国民がそれ覚悟することです。そうですね。あと伊藤助さんの書かれている本でも、だから万策尽きてからっていうふうに書かれてましたね。もし自衛隊の救出の投入は、それは私も気持ちが分かるんです。拉致被害者1人につき、大体15倍から20倍の犠牲が出るだろうと書かれてましたから、もう万策まだ全然尽きてないと思います。正直言ってですね、これ尖閣もそうなんですけどね、自衛隊の人をあそこに置くべきだっていうのは、その前にね、やっぱりね、もうこっちが先制攻撃でもできるってきちんとした明確な行動の自由を与えてからじゃないと、ですよね。そしてまたその行動に大きな逸脱があったら軍法会議もあるんですよ。だからそういう自衛隊の人たちが戦える状態で送らないと、少なくとも安全なところにいる私があんまり軽々しく言えることではないんですよ。わかります。命かけてのことですから。すいません、最後にこの質問で、どうもう先も。生もお疲れでしょうから終わりたいと思います。今後の朝鮮半島情勢をどう見ておられますかっていう質問です。最悪の場合は、あそこ中国の植民地になります。で、最悪の場合。で、最悪の場合はね。ただね、僕はここはね、韓国の保守は踏ん張りどころだと思う。私もそう思います。で、正直、今例えパばク・クミ韓、さんの写真ちょっとショックでした。私はパク・クミさん保守だと思っそうてでたので。す韓国の今、大統領選挙に出てる人の中で、ムンジェインという人はもう完璧なもう支柱来た。ですね。もう大統領になったら平壌行くって言ってんだから。で、しかも今立候補してる人たちのほとんどは、かなり似たり寄ったり。で、逆に言う、ただ私は韓国の保守にチャンスがあるとしたら、今回のキム・ジョンナムの事件を出してですね、お前たちテロ国家と仲良くするような韓国にしたいのかと、そこはやれるはずなんですよ。ただ、今が起きたばかりですもんね。で、なんていうかね、こう、まあ、ただ、これは明治時代もそうだったんですけれども、朝鮮半島が中国の影響下になるということは、好き嫌いは関係なくね、日本にとって国益上非常にマイナスであることは確実なんです。そうですね。だからこそ、明治時代はああいう選択をしたんだから。そうだだとから、思います。私はね、日本政府にしてもね、それこそ、僕は今ね、安倍政権が大使を戻したでしょう。僕は、あれはね、長い目で見るとね、ものすごくプラスになると思う。私今は、は、一応左派政権の誕生に対する牽制だと思ってるんですが、慰安婦のことよりも。それもあるんですけれども、逆にね、ああやって日本が明確な意思を出したことで、
韓国の中の良識派の人たちの目覚めを待ってるってことですか。必ず声が出るようになる。いや、実際にちらちら聞こえてるようです。出てる出てる。で、僕は親日って言葉嫌いなんで良識派って言うんですけど、その人たちが、いや、声が出せるようになってくるはず。今はそう見えませんよ。しかし必ずこれはいい影響が出る。で、僕はそういう点で今回の安倍政権のやったことは、日本の評価国され家てとして当然であるとともに、る。長い目で見ると、朝鮮半島にもすごくいい影響を与えると思います。なるほど。ところが韓国の保守の中で、それが分かってないのがまたいるのがちょっと困ったもんで。分かっていながら感情論っていうのと、あと全体主義でしょうか、ていうか同調圧力というか、あそこでもうね、なかとなにかか反く、応見えにまあくもいちとろん、か。今回も例えば、民団の人がですね、あれは困るって言っそうたでのはす意味があね。るんですよ。そうですよね。政ヤ治フのの話で共す同よやめね。ろって言ったのは。だありから、ますよね。こう、小さいものに見えますけれども、こう、それこそ、韓国が僕は良くなるきっかけに絶対になると思います。で、しかも、この慰安婦問題とかそういったことに対して僕は、すいませんね、長くなっちゃってね。とんでもない、本当にすみません、ありがとうございます。今慰安婦の人たちで、もう歴史問題はここでは言いませんよ。生きている人たちはね、50人ちょっとですよ。で、北朝鮮でね、を例えば脱出して、脱北者の中でね、おそらく6割、7割は女性なんですよ。女性で、が多いんでこすのね。人たちははっきり言って、はっきり言って売られていくんですよ。で、そっちの被害者はもう何万、何十万です。中国の奥地ですよね。まあ、奥地のここでとすもよあね。るし、それこそいろんな悲劇が起きてるんですけれども、こうほんあのだから太陽政策って言った時、ちょっとこっちの女性に少し太陽を当ててやれよと思ったんで、ですね。しかも今回慰安婦の増だの強制連行の増だの、あれを立てようとしてる人間の中で一番悪質な連中は、平壌とソウルに同時に建てようっていうわけだから。すごいですね。で、キム・ジョンイルが死んだ時に、もう追悼文とか送ってるわけですよ。そうですか。で、そういう怖人いです。間がね、韓国で影響力を失わせるためにも、もちろん言論戦も歴史戦もいいんですけれども、今回の大使の召喚はすごくプラスになると。冷静に考える人を増やすと思う。そのいい方向ちょにっ変えとたい遅なかっと。たかもしれないが。そうですか。まあ、ちょっずいとぶんはいい長方々向にと。は出るようにね。先生、すみません、長いく、すみません、ありがとうございました。やっぱりごめんなさい、長くなってしまいました。皆さん、三浦小太郎先生に2時間もお話、2時間、今日ですね、お話ししていただきました。拍手と、お疲れじ様ゃあでしまあ、たの、すみまどうせん、も、ご挨拶よいろや、しくお願聞いいたてしるま方す。が疲れたと思います。どうも、よろしくお願いいたします。お疲本当れにあ様りがでとうしございました。た。すいません。また、よろしくお願いします。ありがとうごまざいたまし何かた。機会がありましたら。じゃあどうも、おやすみありながとうさございました。い。お夜疲分れ様遅でくした。まありでがとうご失ざ礼いしまましした。た。どう皆さん拍も。手。皆さん拍手で。ありがとうございました。落ち方わかりますか、先生。
大丈夫でしょうか。ライブを押していただければ、左下の。はい。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、これでいいんですね。はい。はい、本当に勉強になりました。ありがとうございました。はい。じゃあ、おやすみなさい。はい、はい、おやすみなさい。ありがとうございます。あ、永瀬先生も拍手してくださいました。ありがとうございます。本当に三浦小太郎先生、長い時間ありがとうございました。皆さんもいろんな勉強できたんじゃないでしょうか。知らなかったこととかもたくさんあったんじゃないでしょうか。はい、皆さん長い時間お疲れ様でした。はい、来週の告知させていただきます。永瀬先生のお話から、黒坂誠先生にフェイスブックでつながりまして、今日顔を合わせてご挨拶させていただきまして、お話もしてきました。黒坂誠先生は今日も芦屋駅北口で署名活動をされていました。永瀬先生もそうです。黒坂先生もそうです。拉致問題を最初に知られた方は今もこうやって拉致被害者救出のために尽力されています。今日黒坂先生にですね、このキャスも多分聞いてくださってます。時々メッセンジャー入ってます。拉致問題の始まりは意外なことに本からでした。本から知られたと。はい、詳しいお話いろいろ聞きたいと思います。皆さん誰もがですね、拉致問題など全然知らなくて報道もなくて、はい、その時代から拉致被害ってことに気づかれて、今現在今日もですね、寒い中救う活動をされている黒坂誠先生に来週キャスのゲストにご出演いただきます。来週も、日曜日10時から、来週は3月ですね、もう3月5日、はい、ぜひ皆さん一人でも多くの方ご参加ください。それでは長い時間お疲れ様でした。おやすみなさい。失礼します。おやすみなさい。お疲れ様でした。ありがとうございました。